日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、本日は土用の丑の日ということで、スシローのトリプルうな丼を食べたいと思います。これうなぎの切り身が15枚入ってるんですね。まあ、他にもうな丼を出しているお店はいっぱいあったんですけど、ここが一番、スシローが一番うなぎの切り身の枚数が多かったので選びました。15枚って結構な量ですよね。しかも2300円ぐらいで、まあ、高いのが安いのかって言われるとハテナですけど、美味しそうです。あー、もうテリテリですね、うなぎが。では、いいふっくらとしたに、いただきます。精力つけるのって大事だよね。そう思ってるからこそ食べるんでしょ。はい、その通りです。しかも美味しければ言うことなし。むちむちでもない、まあ、しっかりと噛み応えのある食感と香ばしいタレが毎年お世話になっていると思いつつも、まあ、新しい発見をさせてくれて本当に美味しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。うなぎはしっかりと弾力があって、噛んだ瞬間にタレの香ばしさと旨味が口の中にふわーっと広がってきました。これは精力がつきそうです。まだまだ暑い日が続きます。てか今も汗かいてますけど、こうしてうなぎなどを食べて乗り切っていきたいと思います。視聴者のあなたも私に元気をくださるので本当にありがとうございます。それでは、アイスクリーム7日食べるの今の日課、いやいや絶対腹壊すから。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。